危ない危ない、あいたいたいた、ごめんなさい、いきなり釜掘ってしまった。こんな走り、あー抜かれる、いー、くっそ。これね、右側のね、あの丘の上にお城があるんですよ。ニュルブルク城って言って、あーなんとか、あー赤赤赤赤赤赤やられた、あーくそ、一番気持ちいいとこで抜かれてしもた。いやー VR って本当にいいもんですよね。こんにちは、こんばんは、猿頭トリートメントです。VR のプレゼンスは VR ヘッドセットやソフトの進歩によって年々向上しています。解像度やそれから視野角、 3D オーディオなどの進歩によって今後もどんどん向上していくと思います。他にもね、プレゼンスを上げる方法はいろいろありまして、触覚や嗅覚、味覚を刺激したり温度を変化させることでも実体感はあります。この間の動画でも紹介したんですが、コントローラーなどの入力デバイスを持ち帰ることでもプレゼンスは上がります。例えばトレッドミルというランニングマシンなどのデバイスを VR につなげることで、実際にゲーム内を歩いて動かせたり、マシンガンの形をしたコントローラーで FPS をしたり、実際の電子ドラムやキーボードと VR 空間を連動させて楽器を演奏したりできます。そういう入力デバイス、体感デバイスの中でも特に普及率や人気が高いのがハンドルコントローラーやフライトシミュレーターなどの操縦デバイスだと思います。もちろんこの種のデバイスは VR 用として普及しているのではなく、PS4 用や Xbox、PC 用にたくさんの機種や高価なラインナップが発売されている人気コントローラーです。僕が持っているハンドルコントローラーは G29 というハンドルコントローラーの中では中堅クラスの一般的なタイプなんですが、独速マニュアルシフターと合わせて買うと6万5000円ぐらいしたので、 Quest 2本体よりも高いです。ちなみにハンドルコントローラーのマニアさんたちの中には数百万円のものを平気で買う方も少なくないので、知らない方にとってはとんでもない世界かもしれません。で、残念ながらクエスト2のソフトの中にはこういったハンドルコントローラーを活かしきるようなタイトルがまだ出てないので、今日はね、クエスト2と PC をオキュラスリンクでつないでプロジェクトカーズ2というレースゲームを紹介してみようと思います。プロジェクトカーズ2は発売されて3年になるやや古めの VR 対応レースゲームで、新作にあたるプロジェクトカーズ3も発売されている人気タイトルです。オキュラスリンクでプレイできるレースゲームの中でおすすめしたいタイトルはいろいろあるんですが、個人的に一番楽しいのはこのプロジェクトカーズ2です。もし VR レースゲームをやってみたいなと思える方がいらっしゃったら、まず最初におすすめしたいのがこのゲームなので、今回好きなプロジェクトカーズ2で VR のプレゼンスをさらにハンコンで高めつつ快適ドライブを楽しみたいと思います。それではドイツに行ってきます。はい、それでは、プロジェクトカーズ2遊んでいきたいと思います。こういうリアルなね、車のカーシミュレーターゲームっていくつか存在すると思うんですけど、このプロジェクトカーズ2は他のゲームに比べてコースの数が非常に多いです。 VR ってね、ほんまにその場所を体験することができるんで、世界中のね、サーキットを車で走ることができるっていうのはものすごい幸せなことやと思います。で、今回はその数あるコースの中でも、車好きの中で聖地と呼ばれているニュルブルクリンクの北コースを走っていきたいと思います。ちなみにね、運転見ていただいたら分かると思うんですが、僕はかなり下手くそです。で、車も決して詳しいわけではないんですが、ただ運転するのはね、とても好きなんですよ。僕の走りでね、どこまで面白さが伝わるか分からないですが、頑張ってね、走っていきたいと思います。で、今回は、ロジクールの G29 というハンコンを使って運転をしたいと思います。 VR のね、車のゲームとハンコンを合わせるとね、まるでほんまにサーキット走ってるような気分になれるんですよ。実際に走ったことはないんで、どれぐらいリアルかまでは分かんないんですけど、車が好きな方はもうかなり楽しめる遊び方だと思います。ニュルブルクリンク北コースやってまいりました。いやー、見てください、これ周りしっかり見えるしね、車内もね、覗き込むことができたりするんですよ。あ、めっちゃ観客おるさあ、いよいよレース開始ですね。ドゥドゥドゥ、よっしゃー、ゴー。
危ない危ない、痛い痛い、ごめんなさい、いきなり釜掘ってしまった。こんな走り方は絶対しちゃダメなんですけどね、コントロールが難しすぎて。この車が詰まってる状態をね、こうスイスイ抜いていくレーサーがいるんですけど、どうやったらそんなゲートができるのかな。レーサーってほんますごいですよね。危ない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 、おおVR やからと思うんですけど、車間距離がね、かなりリアルに分からない。ごめんなさい。車間距離がよく分かるから迫力がすごいんですよ。あー、ごめんなさいごめんなさい、ごめんなさい。音も綺麗なんで、めちゃくちゃ迫力があるんですよね。ワンミスでアウトなんでね、集中力が、やばい、かっ、なんとか立ち直った。いけるか、いけそう、よしよし、こっちの方がスピード乗ってる。この先のコーナーのね、ブレーキングが難しい。ここ、うー、いけるかいけるか、あー、いけた、よし、なんとか、はあ、ギリギリやな。シフトチェンジがね、すごく難しくて、どのコーナーを何速で曲がったらいいのかがもう全く分からないんですよね。もっと練習しやんとあかんな。よし、早いなコンピューター、よっしゃ、このね、ニュルブルクリンクって一般公開されてるサーキットなんですよ。なのでね、いつかドイツに行ったらね、この道を走ってやろうと思ってるんですが、まあ、気楽にね、VR を使ってこうやってペッと遊びに行けるのがむちゃくちゃ嬉しいですよね。危ない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 。コースで何百キロもスピード出して飛ばすってどんな感覚なんやろ。いや、ほんますごいと思うわ。怖い怖い、あー、おー、集中、バックミラーにね、車が映ってるのはすごい気になる。怖いな。よし、うー、気持ちいい、あー、危ないか、怖っ、あー、抜かれる、いー、くっそ、なんとか抜き返したい。よし、あー、ちょっと落としすぎた。よし、集中集中、よし、カルーセルー、よし、いやー、気持ちいいなー。そうそう、このニュルブルクリンクの北コースってね、新しい車開発された時のテスト走行にもよく使われてます。ここでね、いろんな車がテストされてるって考えるだけでもね、ワクワクしますよね。いや、一回ここ走ってみたいな。ほんまにね、ゆっくりでいいから走ってみたいです。うおーち、なんとね、このコースなんですけどね、1周21キロあります。で、このコースの中になんとね、街が3つも入ってるらしいんですよ。で、コーナーの数がなんと170。コース覚えるだけで大変です。なんとかうる覚えでね、ヒーヒー言いながら走れるようにはなってきました。で、このコースをね、夜走ってるレースを僕見たことあるんですけど、
もう見てるだけで怖かったですね。この細い道をね、真っ暗の中ライトだけで走るんですよ。レーサーってほんまにすごいなと思いましたね。おお、早い、あー、おい、ちょよっしゃー、いい感じ。やっぱこのスピード感いいな。よし、よし、落として曲がりきる。あかんかった、くそ。ここを越えるとね、2キロの直線があるんですよ。ここがね、むちゃくちゃ気持ちいいんですよね。危ない、なんとか。よし。おい、こっから2キロあります。うん、飛空艇が飛んでますね。これね、右側のね、あの丘の上にお城があるんですよ。ニュルブルク城って言って。見えるかな？ちょっと見えにくいかもしれないですけど、車から見えるニュルブルク城がね、綺麗なんですよ。早い。もし VR じゃなかったらって考えたらゾッとしますね。あ、車来てるな。やばい。来た。あぶな。おお、ちょ、あ、抜かれた。くそ。あー、なんとか。あ、赤。やられた。あー、くそ。一番気持ちいいとこで抜かれてしもた。うわ、めっちゃ悔しい。くそ。ここで一周終わりです。いや、やっぱりニューロ走るの気持ちいいですね。ほっといたら何時間でも走れると思います。ハンコンで VR は相性良すぎですね。オンライン対戦とかもあるんで、上手くなればなるほど面白いと思います。ハンコンがあった方が楽しいとは思いますが、 VR だけでも十分楽しめると思うんで、興味ある人はね、ぜひ遊んでみてほしいです。いやー、ハンコンと VR レースの組み合わせはもう今日も最高でした。僕は高くはないですが、車用のシートみたいなセットを取り付けてコックピットを作ってるんですが、オープンカーで扇風機をつけてみたり、カップホルダーにストロー入りのジュースを置いてドライブを楽しんだり、カーステレオ風の音質で音楽を再生したりして、さらに臨場感を高めて遊んでます。まあそこまでするならドライブ行けよって話になると思うんですが、もちろん現実のドライブも好きですよ。でもね、世界のサーキットに行って数千万するような車に乗ってタイムアタックしたりとか、実際にレースをしたりっていうのは現実には大富豪しか不可能なことなので、ゲームとはいえどもそれを楽しめるというのはすごく夢があってありがたい体験だと思っています。画面ではその楽しさがなかなか伝わらないんですが、一人でもこの楽しみが伝わればなと思ってます。さて、今日の動画は以上となります。皆さん、プロジェクトカーズ2いかがだったでしょうか。もし気に入った方いらっしゃいましたら、高評価、それからチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。で、このチャンネル、サルガシラトリートメントでは、エコー VR ジャパンの、コミュニティメンバーを募集しております。エコー VR を始めたけど遊び方がわからないとか、一緒に遊ぶ人がいないなど、初心者、ベテラン問わず募集しています。エコー VR も日本人の人口がだんだん増えてきて、どんどん盛り上がってきてます。気になる方は、ディスコードサーバーへのアクセス、もしくは、Twitter にて、サルガシラまで連絡ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。猿頭トリートメントでした。